こんにちは、フィーフィーです。今日はちょっとテイストを変えてみました。もう今年もあと1ヶ月を切ったんで、まあほら、流行語大賞とかも発表された、それからもう少し後になったら今年の漢字、その中で私が今年の顔みたいなのを勝手に決めちゃいました。まあフィーフィーにとっての2019年の顔、じゃんじゃんじゃん、前澤さん。いやー、この間ね、なんか坂上忍さんとの対談を見ていて、まあそれは興味深かったです。まあ全てにおいて私にとっては楽しい番組でした。まずね、私ね、いろいろバッシングもされると思うんだけど、彼のお金の使い方みたいなのが今年ね、そう、象徴的だったのが、だから今年の顔にしたんだけど、これはまず1億円のお年玉から始まったわけ。1人100万円ずつを、100人かなにばらまいたっていうやつね。いや、そうは言ってもよ、私ね、さっきね、その後どうなったんだろう、100万円ずつはみんなどうやって使ってるんだろうってちょっと調べただけでも出てきた、つい最近の出てきた。香川県で親子のアートイベント、160万円で、だから100万円いただいたんで、その分の100万円も60万円足してアートイベントを開催しましたっていう発表もあったりとか、いろいろ皆さん有効に使われてるんだなと思ったら、あ、やっぱりなんとなくこういうイベントって面白かったんだなって、あの時はいろいろ言われましたよ、下品だとかね。最近そういえば前澤さん、YouTube も YouTuber になったんですね。もう ZOZO 終わってしまったので、まあいろいろなことに挑戦したい一つだと思うんだけど、前から挑戦したいみたいなことも言っていたんで YouTube 始めた。もう登録者数も半端ないんだけれども、そこで一発目の動画がすごかった。1000億円をまず通帳に記帳しちゃったっていうね、なかなかできませんよ。いや、そりゃ見たいよね。だからさ、こういうことをやるとどうしてもある一定数やっぱりバッシングはあると思う、あるとは思うけれども、私は本当にこの夢があるなと。そして夢があるといえば、そう、今年ね、六本木ヒルズでバスキア展ってやったんだけれども、123億で落札した、オークション落札したバスキアの作品を前澤さんが展示してくれたと。これによってまたバスキアのなんか価値も上がったし、しかもアートってやっぱりそうやって話題になるから、じゃあ見に行ってみようみたいなのもあるじゃない。バスキアが有名になっただけじゃなくて、アートに対する関心、そしてね、この間その坂上さんの番組でもね、かなりアートのことをなんかすごい語ったの。この人うまいなって。確かにアート好きだと思う。彼のアートに対するものってすごい印象的だったのは、自分の会社、愛するZOZO、その会社でこうオフィスをこう構えた時に、なんか殺風景だなと思ってそこにアートを入れたんですよ。そうしたらもう心が、なんかこの心の持ちようというか気持ちの持ちようが全然変わって、仕事に対する意欲も全然変わったんです。だからアートが持つ力ってすごいんですよ、絵が持つ力ってすごいんですよって語ってたから、すごいなこの人って思ったんだけど、多分アートも好きだけど、この人のね、頭の良さっていうのはもう一つあると思う。要するにその坂上さんの番組でもアートのね、すごい高額なその絵を落札するっていうシーンを、オークションのシーンを出したわけ。私それも初めて見たからね、電話を持ってさ、東京にいる前澤さんと、そのオークション会場にいる女性とで、係の人っていうか担当の方がこう、電話でやり取りするわけ。電話でやり取りするのは隣の人に聞かれないよね、もう少し釣り上げろとかそこでストップしろっていうのをやり取りしていくわけで、みんな他にもそういう人たちがいて、でそれがどんどん画面に、東京の画面に出てきて、いくらでこう上がってった、また上がってった、上がってった、あ、この人ストップしたみたいな、そういうの、ああいうふうにオークションやるんだっていうのを見せられて、すごい面白かったんだけど、この人はね、要はそこで名前が知れ渡るわけ。もうね、その担当の方も有名になっちゃってるんだって、オークション会場で。要はいつもすごい高額なものを落札する女性がいるっていうことで有名になってる。それが前澤なんだっていうふうに、世界の前澤に自分を持っていくためのオークションっていうのを利用してるっていうか、そこもある意味ね、いい具合にちゃんとなんとなく自分の価値を上げるためにも利用してる。その作品の価値ももちろんだけどっていうふうにも見えて、それはそれでうまいなと思って、まあそれは私の想像ですけど、もしそれも考えてやってるんだとすれば、やっぱりこの人天才だよと思った、この絵。そしてもう何と言っても前澤さんが今年ずーっと言ってたキーワード、これね、宇宙。
私もね、実は宇宙のイベントやったんですよ、月刊フィーフィーで。月刊フィーフィーってね、だいたい月1ぐらいでやろうとしてるイベントやってんの。まあここであんま説明しないけど、私も宇宙に関心を持ったのもある意味前澤さんなのかなと思って。そういえば宇宙ってさ、それ宇宙人とか見たことないからわからないってなるけれども、宇宙って考えてみれば一番身近にある未知の世界なわけ。まだわからないけれども見れるわけ。ある意味すごく一番夢のあるものでしょ。どこまでこのなんていうの、宇宙は広がっていて、地球のような似たような星がいるのか、生物っていうものが存在するのか。これってそういえば子供の頃って果てしなくこう夢を見たっていうか、想像した世界の中だったなって。大人になっていくと別に心が汚れたわけじゃないんだけど、どん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 忙しい生活の中でこういうものに対する探求心を忘れていく。その中で前澤さんの魅力って何なんだろうと思ったらこれよ。要するに子供の頃からの自分の憧れ夢をずっと持ち続けることができる、これが前澤なんだって私は思ったのね。彼って私前別の番組かなんかでチラッと見たけど、彼はすごく普通のサラリーマンの家の息子なんですよと。だから別に特別もともとお金があって何もかも夢が叶えられるような境遇に育ったわけじゃないんです。じゃあ何が前澤さんを作ったのって言ったら、まさにこれ。要するに自分はやりたいことを諦めなかった、ずっと持ち続けた。その先に結局自分のやりたいことを追求していったらやれたんだと。だからまあやれちゃったからZOZOもやれちゃったから、もう売却してまた新しい一からまっさらに戻って、あの時の幼い気持ちの時のあの探求心に戻りたい、帰りたい。まあまあすごいよね、成功者が語れるってことだよ本当に。ただ私はこれは私子供たちにすごく夢を与えるし、それこそ若い人たちもこんな今すごく経済とかさ、なんだろう、収入もどんどん下がってくるし、あまり夢のない社会だよねって言われる中で、私はこういうお金の使い方、それこそなんかセスナでね、アメリカにセスナでニューヨークに飛んだところの映像もあったけど、すごいよ。10人乗りだったっけ、1000万円片道。まあ10人で乗ったら安いもんでしょ、考え方によるんだよなんて。やっぱり天才が言うことは違うって思ったんだけど、そういうものを私は見せてくれる前澤さんっていうのは、本当に若い人たちにある意味頑張って努力して夢を諦めなければ近づいていけるかもしれないよって、私すごく好きなの、こういうタイプ。要はこういうところが魅力なんだなって。やっぱり魅力的なものことがある人はモテる。そこでここよ、私恋愛観、その番組の中でも語ってたんだけど、私もネットのニュースになったんで読んでいた、改めて。要は剛力さんとのもう破局しました、今年はね。確かにこの中の流れでは大きな流れでした、前澤さんにとって。まあ前澤さんにとってなのか、まあ、世間はね騒ぎましたから。その時にね、なぜ前澤さんは剛力さんと付き合うことになったのって言ったところで、私ちょっと胸を打ったことがあって。別に私に言ってるわけじゃないんだよ前澤さんは。ただね、こういう世界に、要は芸能の世界っていうの、浮き沈みの激しい世界の中にいる人たちってすごいプレッシャーの中で生きてるわけじゃないですか。もちろんよ、他の仕事もそうだけれども同じだと思うけど、どうもさ、なんかちょっと人によっては遊びながらっていうか楽しんでやれる世界でしょうと。やっぱり綺麗なとこっていうか輝かしいスポットライトが当たってるところしか見せないじゃない芸能界って。だからそういうふうに見られがちなところを、やっぱり前澤さんは剛力さんとこう接触した時にそういうのを感じてね、すごい。でもその中で、しかも若い時から10代の時から頑張っている彼女を見て、そこになんか魅力的だった、心打たれたって言ったところ、私はすごいな、見てくれてるんだなって。私ようではないから何とも言えないんだけど、だから私はすごいそこの恋愛感っていうのはすごいよかった、いいなって、私は惹かれてったわけね。惹かれてくっていうとすごく前澤さんに私がアプローチするみたいで申し訳ないんだけど、あとこれね、結婚観、これこそ恋愛観から来る結婚観なんだけど、そこでも書いてあった。じゃあなぜ剛力さんと籍を入れなかったんですか。まあ語った部分が全てではないと思うんだけれども、彼にはもうすでに3人子供がいて、まあ育ててる母親も2人いると。その中で彼はサポートしてるそうです。でその人たちとは籍を入れてないじゃないですか。だから僕にとって籍っていうのはね、恋愛してる時点でもう結婚と同じぐらいの感情があるんです。面倒を見てあげたいとか、一緒に未来を築きたいとか、そういうふうに思うぐらい愛するんです。でもそれで破局してしまったら仕方がないと思うけど、だからその人たちとも籍を入れてないわけだから、ある誰か一人に籍を入れるっていうと成功性っていうか辻褄合わないよねって。だから僕は別に籍にこだわってないんですっていうのが、まあ前澤さんの
結婚観なんですって。もうこういうの含めてもすごく自由に見えるんだけど、ある意味そのまあ時代の人だなって思ってて、そういう前澤さんの魅力をもう満載に私2019年見てきて、あの今年の顔に選んだのは今回 ZOZO を売却したと、来年は前澤さんどんな前澤さんを見せてくれるんだろうと、もう日本を代表するような世界に前澤っていう名前をもうどんどんこうあのアピールしてった人だから、前来年の2020年の前澤さんも期待してますっていうことで、2019年の顔にさせていただきました。さあ皆さんはね、どんな人が今年の顔だと思いますかっていうのもぜひ聞かせてください。そんなところです。あとは、フィーフィーのチャンネル登録お願いします。前澤さん見てる